はい、マットショーの時間です。もうすぐオリンピックが開幕ですね。いつの間にかオリンピックが行われるか行われないかの議論から観客を入れるか入れないかの議論になっていますね。そんなオリンピックもいろいろな都市伝説がありますが、オリンピック期間中に巨大地震が発生するということを専門家も危惧していることについて今回はお話していきたいと思います。都市伝説やっていると怖い話聞いてもほとんど何も起きないので、もしかしたら逆に危機意識が下がっているのではないかと思ってしまいました。私もそんな感じなので、危機意識が薄れていたって思った方は今回の話はオカルトというより結構現実的なことに近い話になるので、しっかりと聞いてしっかりと災害対策をしていただきたいと思っております。ポジティブスピリチュアルパワーで地震を起こさないためにもぜひグッドボタンを押して進んでいってください。無理やり押させました。今年6月15日、千葉県の館山市で幻の巨大ザメと言われるメガマウスザメが泳いでいる姿が発見されました。メガマウスザメって私は聞いたことなかったのですが、皆さんは聞いたことありますか？このメガマウスザメが発見されると地震が起こると言われているそうです。例えば1994年の11月29日に福岡県で発見されると、2ヶ月後の1995年1月17日に阪神淡路大震災が発生、2011年の1月14日には三重県で見つかり、こちらも2ヶ月後の3月11日に東日本大震災が発生しました。近年の地震では東日本大震災と阪神淡路大震災の2つが日本人にとっては忘れられない大きな地震だと思いますが、メガマウスザメが見つかった時にその2つの地震が起こったのです。この2例だけではなく、メガマウスザメが目撃、捕獲、打ち上げられた日付と地震が起こった日付を挙げてみると、メガマウスは1989年1月23日、2月19日、茨城県でマグニチュード 5.6 の地震、メガマウスは1989年6月12日、7月9日に伊豆半島でマグニチュード 5.5 の地震、メガマウスは1997年5月1日、5月13日に鹿児島県でマグニチュード 6.4 の地震、メガマウスは2003年8月7日と9月3日、9月26日に十勝沖でマグニチュード 8.0、 10月26日に静岡県でマグニチュード 7.1、 メガマウスは2004年4月4日同じ日に茨城県でマグニチュード 5.8、 メガマウスは2004年4月23日10月23日に新潟県でマグニチュード 6.8、メガマウスは2005年1月23日、3月20日に福岡県でマグニチュード 7.0、 メガマウスは2006年5月2日、6月12日に大分県でマグニチュード 6.2、 メガマウスは2007年7月9日、7月16日に新潟県でマグニチュード 6.8、 8月18日に千葉県でマグニチュード 4.8、 メガマウスは2014年4月14日、5月5日に伊豆大島でマグニチュード 6.0、メガマウスは2016年4月18日、4月14日に熊本でマグニチュード 6.5、 メガマウスは2017年5月22日と5月26日、6月20日大分県マグニチュード 5.0、 6月25日長野県マグニチュード 5.7。 まあ長くなりましたが、こういう事例があります。実は世界での目撃例も200以下、そのうち20例以上が日本で発見されていますが、そのレベルの発見例でこれだけの地震が起きているので、かなりのメガマウス地震率ではないでしょうか。今回も発見されたので、かなり地震が起きる可能性が高いのではないでしょうか。それがオリンピック期間中だと。オリンピックもいろいろと中止されるという都市伝説がある通り、いろいろな作用が働き中止になってしまうのではないでしょうか。例えばアキラの漫画でオリンピック中止が予言されたとか、先日出した最強縁切り神社でオリンピック中止が願われているとかですね。日本人にとって身近な自然現象である地震。急に話は変わりますが、日本では江戸時代初期まで龍蛇が日本列島を取り巻いており、その頭と尻尾が位置するのが鹿島神宮と香取神宮にあたり、両神宮にある要石という石がそれぞれ頭と尻尾を押さえつけて地震を鎮めているとされてきました。しかし江戸時代後期になると、この龍蛇がナマズとなっていきました。これが日本では大ナマズが暴れるから地震が起こると信じられていた民間信仰の由来になります。ただそれ以前にも日本書紀でもナマズと地震の関係に触れられていたり、豊臣秀吉が家臣に宛てた手紙で、ナマズによる地震にも耐える城を建てるようにと書かれていたように、かなり前からナマズと地震の関係は知られていました。近年でもナマズと地震の間に関連があるとの研究が進んできました。
例えば関東大震災の直後に研究された例で言うと、水槽に入れたナマズに対してガラスをノックした時の反応の敏感さを観察しました。その結果 80% の確率で数時間以内に地震を感知したと報告されました。また地面に微粒に流れている電流も測定した結果、そこに変化が現れた時にナマズが反応しているという報告もあります。先ほどの試験結果をもとに行われた次の試験では、1978年から1992年の間で飼育していたナマズの異常行動と、東京都での震度3以上の地震91例のうち、実験していた87例に対して異常行動が見られたものが27例あり、3割以上でナマズが異常行動をしていたと報告されております。別の研究ではナマズは他の魚類にはない水中の微弱な電位差を感じる能力があり、例えば琵琶湖でナマズがいる数キロ先で乾電池が1個投げ込まれた時にナマズはそれが感知できるレベルと言います。ちなみに実験的にはナマズよりウナギの方が敏感らしいのですが、敏感すぎて先に隠れてしまうため昔の日本人はそれに気づかなかったのだろうと言われております。このようにナマズに近い感知能力をメガマウスザメが持っているのではないかと憶測されます。メガマウスザメは幻の巨大ザメといった通り、あまり捕獲例がないので未だに解明されていない部分が多いのです。メガマウスザメの生態としては、100メートルから200メートルの深海に生息している大きさ4から6メートルの深海魚で、他のサメとは違って非常に原始的な特徴を残しております。体はブヨブヨしており、泳ぐのは非常に遅く、口は大きくて怖いのですが、攻撃性は低くプランクトンを食べるサメです。先ほど日本での目撃例が多いと言った通り、生息地は結構日本の南海トラフあたりにいるらしいです。南海トラフと聞くと全然関係ないですけど、やっぱり地震が思い浮かんじゃいますよね。そしてメガマウスザメの飼育に成功した例はなく、世界的にも研究が進んでいないのですが、分かっていることは、光を当てると口の中が銀色に光るということで、これはプランクトンをおびき寄せるためではないかと言われております。そして先ほど話したようにナマズのようなセンサーがメガマウスザメにもあると言われておりますが、今のところは解明されておりません。センサーがあるから地震が起こるときに異常行動を起こすんだとは考えられますが、メガマウスザメの他にも2011年にはニュージーランドで107頭ものクジラが打ち上げられて、2日後に地震が起きましたし、2014年にはペルーで400頭のイルカが打ち上げられ、3ヶ月後にマグニチュード 8.2 の地震が起こり、メガマウスザメやナマズ以外にも異常行動を起こす生物はおります。例えばリュウグウノツカイなどの深海魚が打ち上がったり、犬が変な吠え方をするなど、そういう事例もあるようです。そして今回メガマウスザメが千葉県館山市で見つかったことにより、東日本大震災や阪神淡路大震災など巨大地震でいうと2ヶ月後に起きることが多いので、ちょうどオリンピック期間中に大地震が起こるのではないかと言われております。世の中はコロナコロナとコロナ対策ばかりしている状況ですが、今一度コロナ対策だけではなく大地震に対する対策を見直していただきたいと思います。ということで今回のお話は以上となりますが、最初に言ったようにポジティブパワーで地震が起こらないようにグッドボタンを押していただき、今後もいろいろと注意喚起になるような都市伝説を発信できたらいいかと思いますので、ぜひチャンネル登録して魔族になっていってください。最後に新宿に都市伝説バーカメナもオープンしておりますので、概要欄公式ツイッターから確認していってください。それではご視聴ありがとうございました。